花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金谷義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。今日はね、特別寒い感じがしますがね、いかがでしょうか。本日はね、金玉ということで、松下俊美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。寒くないですか今日はね。寒いですね、なんかね。もう寒さも絶好調ですよね。もうね、絶好調。寒い、風邪とかひいてませんか。風邪は大丈夫ですけど、ちょっとね、腰痛が出まして。腰痛ですか。腰痛。あ、この間ライブの時もね、フラットンカンティーナ、ちょっとぎっくりっぽく。そう、ぎっくりっぽいっていうか、ぎっくりですね。あ、ぎっくりですか。ぎっくり。いや、僕はね、もともと持病も持ってるから、腰は。昔、紹介しましょう。桜田武史君。どうも。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。紹介されないと喋れない。そうなんですよね。なんとなくね。ね。そう、腰痛とか大丈夫なの？腰痛はない。めったにならないですね。いいな。なるほどね。でも、ぎっくり腰は1回だけあるかな。あ、本当？歩けなくなりますね。そう。痛いのよね。あれはね、あれ、僕ね、持病っていうか、もう何十年も前に一回、粉砕骨折して、腰の一番下の骨をね。で、そのままツアーに回ったんですよ。さらし巻いて。その時じゃさらし巻いて。そんなことでね、そのまましてて、そのまま肉がくっついちゃってるから、レントゲン取ったらそのまま、もう、もうびっくりするよね。整形外科行って取ったら、もうそのまま肉がくっついちゃってるから、粉砕したまま。だから、やっぱりそう出るんだけど、内側の筋肉がやっぱりダメみたいなね、傷ついてるから。あれ、多分骨がガタガタ、まあ、粉砕した時に中多分傷つけちゃうんでしょう。そうだろうね。僕まだ肩、あ、そうかそうか、肩もある、あるよね。だから寒くなると、ほら、出てくるんじゃない。いろんなとこ分かっちゃったりね。そういうのがあるよね。だからもう割と俺覚悟してるけど、松下が急になったらあれでしょ、湿布とかしてるんですか。湿布とコルセットと整骨院でね、電気治療とかいろいろやってました。俺首も悪いからもうあっちこっちがね、もうガタガタになってるけど、見かけは若く見えるんだけど若く見させているそう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 、もう見かけ倒しだから見かけ倒しあ、ということでね、今日は金玉ということでね、はい、やっていきましょうか。なんか、リクエストにお答えできなかった、ね、先週ね、曲がね、たくさんありますよね。先週のリクエストでてるちゃんからね、てるちゃん、インスピレーションいただいてたんですよ。そうそう、リクエストありましたね。インスピレーションやってみますか。それで、おそらく病室でね、聞いていらっしゃると思うんですよね。やっぱりこのラジオはやっぱりその病室とかでね、入院されていながらこう聞いてらっしゃる方もね、いらしてですね、とても僕逆に励みになりますよね。ね。なんかこう、つながってるんだなとか思います。じゃあ、てるちゃんのリクエストにお答えしましょう。インスピレーションやりますか。はい。こうしましょうか。こうしましょうって、このマイクのね、あれで。インスピレーション、レーション、レーション。で、2回、はい。特別の夜を。お前にあげよう今夜だけ。インスピレーション、レーション、レーション、すべての夢をお前に託しての Knock on your door。 One, two, three.
knock on your door 汚れた街のプリズナー俺は鎖につながれ夜をさまよう野良犬 Walk in the street 噂話に今日も花を咲かせる先週のですね、てるてる坊主さんからのリクエストをお答えしましたインスピレーションをお届けいたしました。まあ、この歌もなんかレーションレーションがもうあれですね、全国的にもう定着してきましたね。そ
そう、いやでもね最近やってくれるよね、ライブとかやってくれますね、ライブで。もうあれですよ、いろんなほら知らない街とか行くじゃないですか、たまに、うん、でもねこのラジオ の, あの動画を見てくれていたりとかして、あ、ラジオのあのレーションレーションの人でしょって。レーションレーションの人、レーションレーションの金輪城がやってまいりましたみたいなね。いやでもそういう、こう反応があるとね、あのコール&リスポンスと言いましょうか、あのね、嬉しいもんですけどもですね、うんうん、なんかお便り来てますでしょうか。僕のからご紹介しますか。はいはい、はい、ということでね、まずは金尾芳郎さん投げ銭 FM オンチューということで、皆様こんにちは、寒いですねということでね、本当に今日はねお寒ございます。本日は金玉ですねって、滑舌をよくね、滑舌が言えないの俺。熱くお願いいたしますということでですね、本日は筑豊ブルースをリクエストいたします、よろしくお願いいたします。お、チャーリー佐藤さん、すごいね、1,2,3,4,5枚入ってるよ。景気いいっすね。景気いいよね。こういう時来てくんないね。ね、この前先週は5000円だったのね、景気移り前だった、ね、そうですよね、景気いいですね、うん、今日ちょっと景気が良くなってきたようですね、お給料日、うん、まあ、大体こう世の中の景気がね、チャーリー佐藤さんのこの投げ銭FM音痴を見たらね、大体分かってきますけどですね。すごいね。ね、ありがとうございます。筑豊ブルースね。それで、松下さんの何かありましょうか。ちょっとですね、メガネを貸していただけますか。どうぞどうぞ、今日ちょっと忘れてきました。はい、じゃあお返事から、うんうん。これは博多のミキさん。いただきました、はい、博多のミキさんね、ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんにちは、曇りのち雨の予報の博多です。あ、博多もそんな感じだね、こっちも曇ってるよね、うん、そうですね、さっき雪舞いましたよね、本当、うん、本当、あ、やっぱ寒いと思ったら、うん、先週のアミタメさん、うん、変わらずリラックスした最高の時間でしたね、それにアルバムの曲もたっぷり楽しめましたね、うん、唯一心配だったのは放送で歌えなかったカナオさんが暴れてないかってことでした。いや俺あの日はもう暴れ、歌えなかったら、あの帰り暴れました、いやちょっと暴れるよね。暴れる、もう軽く暴れましたから。軽く暴れた。いやあれね、歌わないとやっぱストレス溜まるね、まあギター担いできてるから。いやそういうのはあれだけど、やっぱ歌うとね、あ、歌わないとやっぱダメだね、調子がいい割には。まあでもその日のね流れでなんか歌が浮いちゃったらとかいろいろ考えるんでしょ、ここで。ていうか時間的な問題でね、僕時間配分っていうか、うん、あんまりまだ良くないので、やっぱりそのアミタメのね、あの二人の、あの CD をね中心にやっぱご紹介するっていうことで、はいはい、かなりたくさんね CD もご紹介できて、曲もね、風の中でだってもうすごいゴージャスですよ、ハモンドとか入ってたから、この間あの購入しました、購入しましたか、つい先日、オルガンとか入っ、かっこいいね、おそらくどっかちょっと遠目に入ってたりとか、うん、してやっぱりね、僕はもうシンプルな感じだけど、うん、ゴージャスですよ、ゴージャスだし、うん、歌がやっぱりね、うん、歌はまあうまい、うまいのは当たり前だけどね、交互にね歌っていい感じで、そうそうそうですね、うん、デュエットって感じがする、ちょっと僕もねグッときましたね、あれ聞いてると ね、うん、そうでしょうね、自分のこう嬉しいでしょ、だって自分の歌を他の人が歌ってくれるのね、嬉しいよね、うん、ね、しかもほらビチッと歌、バチッと決まるからね、あの二人がまた、そうです、また二人とも声がね、素晴らしくね、うん、いい声だから、うん、感動しました、うん、そのためた力をライブに持っていったんだろうなって思ってます、その通りだね。もうよう分かったないかも。今日はライブでもう、ね、もうぶちまけたからね、あのぶちまけたって、うん、今日は金玉楽しくゆたっとした時間、最高の時間が過ごせ、ね、そうですね、はいはいはい、あ、そういえばカナオさんのフェイスブックで、うん、今回の放送の告知投稿にも、うん、カナオさんのデビュー当時の写真を載せていらっしゃいましたね、はい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 、うん、実は昨日ケンちゃんに行って話してたら、初めてある人に連れられて、うん、カナオさんを見に行った時くさ、うん、もう初めからスターっていうオーラが出とったもんねって話してましたよ。ああ、BB ケンちゃんって博多のねライブハウスやってる僕のあの古い友達ですけどもですね、うん、ああすごい、あそうですか、僕はなんかそういうふうに思ったことは全くなくてね、あんまりだから割と地味だったような気がするんだよね、自分的には。その当時に会ってないからね、うん、これ
残念ながらレコードのあの写真しかわからない。ああそうだね。いや博多にねいた頃のがモテたかもね俺。ああうん二十歳うん二十歳20代の頃ですよね、うん、20代の前半かもしれないね。結構モテたいっていうか、うん、そのそういろいろお花とかもらったりとかあのチョコレートとかもね。チョコレート100個。え1000個。1000個だよ。1000個ってすごくない。そう数えたんだからもうお返しが大変よお前。一生かかるよお前。そうしたらそれあれじゃない。だいたい100個ぐらいも大げさに1000個とか言ってるんじゃなくて本当の1000個。すごいね。いや俺がモテた話はねもっと昇華もう。いや聞いたことありますよ。いやでもねあのなんか川のなんか本人としては、うん、なんかね俺割と男の世界が昔から好きだったのよ、うん、だからその女性となんかこうイチャつくとかっていう思い出があんまりないんだよね、うん、でその時もう俺あの同棲してたから。ああそうそう、うん、それでもうだからねあんまりあちこちできないじゃない、うん、でやっぱ生活するために歌ってたからね中洲とかで、うん、なんかでも初対地見てますね。初対地見てた ね、うん、でもほらあの、うん、デビューする時それを隠してねデビューするっていうこともないわけじゃん、うん、あそれ言っちゃっただって俺ヤマハのポップコーン出た時に大石五郎さんが司会で、バーって何千人っていうかバー集まってるじゃん。でポップコーンに出たのよ弦楽四重奏バックに。それがやりたかったのね、はい、ちょっとブルージーな曲を。その時に、この作った歌を、これはどうしてできたんですかって言って、いや、同棲してて、それからできましたって言ったら、もう、大ひんしく買ったの。なんであの、いや、お利口さんの山だから。お利口さんの山だから。山にお前、同棲感ないわけよ。絶対言うたらいかんわけ。あその当時はそういうのあったのかね。そうそう、お利口だったのね。そうそう、おそらく金庫だよね。もう全然気にしてなかったよね。爽やかでいかないとね。そうそう、本当はそうなんだろうけど、でも実生活はさそうだからね。そんな隠してだってアイドルじゃないんだからさ、ね、もうと思ってたんけど、もう写真とかはアイドルっぽく撮ったりするじゃんレコード会社とか、ね、自分の意思とは反して、うん、だからああいう風な写真になって。あなただって真下さんだってこれ続きがあるのまだね。失礼しました。いいですか、はいはいはい、途中下車がなくなるか、はいはい、どこだっけ。オーラが出とった。そんな加納さん、うん、もう初めからスターっていうオーラが出とったもんねって言ってました。ケンちゃんの言葉 ね、 ちゃんがね。ありがとうございます、そんな加納さんやとしみさん桜田さんの素敵な時間を今週も楽しみますね。ありがとう。リクエスト加納さん春吉コールガール、はい、としみさん上海昨晩酒場って書いてるんだけど酒場じゃなくてこれはクラブですね。上海クラブでしょ。上海酒場だ。いいかもしれない ね、 ねあの新曲かっこジプシーは断られそうなんで、はい、だけど何でも OK です。あ、加納さん、うん、内輪の話ですけど、うんうん、日曜日に有住さんにお会いして、うん、有住さん、はいはいはい、加納くん帰ってくるんだ、じゃあライブに行かなくちゃね。 あ、 ありがとうございます。あ、有住さん会いたいですね。僕ね博多の頃ねデビュー前からね、うん、録音していただいてた方がいらして、まあ、今でももちろん現役でねそういう録音のお仕事されてるんだけども、あの本当にね、最初に音をバンドで撮った、あのスタジオで撮らせていただいた方がいてね、有美さんってね。ね、ありがとうございますね、ミキさん、ね。上海酒場ではなくて上海クラブでした。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ジプシーはね、うん、あのちょっと、うん、難しいんですよ。あのね、ジプシーっていう曲はね、あの今度 CD ちょっと今日持ってくるの忘れたみたいで、はい、CD かけますけど、はい、再現できないのよ。ちょっとアレンジが。あ、そうなんですか。ギター一本とかでやる曲じゃないみたい。そういうの聞くと燃えちゃうんだけど。燃えちゃう、ね、俺はそんなはずはないことはないって。ちょっと見せて今 の、 あのこれね、博多の BB ケンちゃんって、あのケンちゃん本当にね、あの久しぶりにね、今度4月の21日、4月の21日と 何日から行くんですかって。19から行って長崎でしょ。いや、20日長崎でやって、4月21日、長崎は西あの佐世保ですね、うん、で21日があのビビケンちゃんでやらせていただきます、はい、博多ですね。あのぜひね皆さんお越しいただきたいと思います。ちょっとねあの詳しいあのメンバーとかね、サポートメンバーとかちょっと今あのいろいろ考えてます。あのあまだ、はい、うん、これからね素敵になると思います。Facebook に出します。そうですね、で20日は、BB ケンちゃんで20ちょっと待ってください。あ、手帳忘れたね。22日が黒崎だったかな。
で、23日が能型ザ・バーですね、黒崎はストロベリーサワーというところですね、お楽しみいただきたいと思います。はい、はい、もう一つちょっと待ってね、これでよかった、あ、そうか、はい、もう一ついきます、いきますか、はい、京都の京子さん、ありがとうございます。 ありがとうございます、いい歌は誰が歌っても良いですね。ほうほうほう、先週の阿弥陀さんの風の中で立て素敵でしたね。京都までね、はい、鳴り響いてるんだね。歌唱力が終わりな、終わりも終わりなのもさることながら、うん、ごめんなさい、作品が素晴らしいからなんですよね。ありがとうございます。他にも素敵な歌がいっぱいありますし、カナオさんは天才です。いやいやいや、おお、天才、いやいや天才、今日はチクホブルースが聞きたい気分です。あいた、筑豊ブルース、佐藤さんも来てた ね。ところで、はい、以前お聞きした松下さんのリンゴ言い訳、うん、鳥肌が立ちました、ブラボー。おうおうおう、今度はひばりさんのエスキモーの娘を歌っていただけないでしょうか。それ知ってる、そんな歌あるんですか、初めて聞きました。本当ちょっとエスキモーの娘、ちょっと探してみますね。それ面白そうなタイトルですね。すごくないですか。すごいね。すごいタイトルね。私が知ってるのはロカビリー憲法ぐらいまでですかね。珍しいタイトルは。シャルメのそば屋も ね、面白いけど ね。エスキモーの娘。娘だって。季節が異常な変化をしていますが、ご自愛いただいて、これからも皆様の素敵なお声を、サウンドを聞かせてくださいませ。ありがとうございます。京子さん、ありがとうございます。京都の京子さんから、ね、京都の京子さん、ありがとうございます。京都も寒いでしょうね。ね、そうだね、京都行ったことある1回ぐらいしかないんだけど。え、そんなもの。そう、僕1回しかないのよ。あのツアーで1回行ったかな。あのちょこちょこっと、ま、あの西日本を回った時があって、その時、あ、まだあるか、2回ある。もう、うん、ライブで1回あって、なんだっけ、父親がずっと入院してたんだけど、がんで、ね、肺がんだった。肺がんというか、うんうんうん、父親もね、今ちょっと、いろいろ、スポーツ選手がね、大変なあれだけども、その、血液のがんだったわけよ。あ、うん、小細胞がんって言って、血液の、まあ、がんで、1日にして、まあ、全身に広がる可能性があったのよ。で、それでね、家族呼ばれて、帰ってちょっとお話聞いたことがあって、で明日どうなるか分かんないっていう話だったから、うん、ただそれから6年生きたからね。うん、すごいのよそれが。だから抗がん剤治療もしたんだけど、血液のがんっていうのは抗がん剤っていうのは効くっていう、すごく効くって言われて、それをやってもらったんだけど、まあそれ治療してね、なかなか髪の毛抜けなかったわけ。あ、そういう人もいるみたいですね。で最終的にもうツルツルになったんだけど、うん、次生えてきた髪がふさふさなのよ、また。いい毛が生えてきて、それで一回大変出てきたわけ、うん。その時に京都にね、母と、兄が連れてってくれて、うん、僕も東京から行って、うん、はい、そう、家族旅行、最後の家族旅行は京都だった。そうなんですね。そうそう、そういう思い出があります。あ、うちもそういえば、全員揃って両親と最後の旅行は京都だったかも、うん、あ、そうなんだ。母が昔ね、若い頃京都に行って、うん、そんなこともあったりして、そういえば最後の旅行って京都だったなと思って今思い出しました、うん、あ、そうですか、はい、なんかね、思い出深いところですね、京都もね、行ってみたいね、なんかね、ライブで。ということでね、松下さんなんか歌いましょうか。上海クラブやってみる。上海酒場って書いてあるなんか上海酒場っていいかもね。上海クラブね、これどれぐらいの店舗でしょう。聞いたことないんだよね。実際のゆったりめがいいの。これね、ちょっとしこれ、うん、いいよいいよ、いいですか、お借りしても、うん、あ、なんかないの。あ、コピーしてない。してない、まあいいや。マジで、忘れたらごめんなさい。あ、いいよいいよ、いいですか、いいよいいよ、あ、俺見えないんだね。見えないんだ、二人今日メガネを忘れてしまいました。あ、本当、はい、まあ、じゃあ他の曲やろうか。いや、うん、大丈夫です。分かる、やってみますか。やってみますか。飛んだらごめんなさいよ、はい、上海クラブ、これは B 面の曲になりましょうかね。カップリングですね。あなたデビュー曲がジプシーですね。はい、それの、B 面の曲ということになりますね。上海クラブ、松下俊美。西日を受けて東シナ川
メガネが。ごめんね。全く見えないですね。いや ありがとうございます。出ました、出ました、山田さんが素敵なね、あのありがとう。これさ、でもこれやっぱコピーしてないとダメだと思うよ。ちょっと、はいはい、じゃあこれ見えないもん、はい、今度俺が、あ、そうかそうか、はい、いいでしょ、この辺でいい、そこで、はい、いいで、そこでいい、はい、行きますよ。失礼しました。これしなくていいですか。いや、しましょうか。もうね、これとかあれとかね、これちょっとダメになるね。え、うん、それひょっとしてあれじゃない。いやいや、言わないでください。松下としみが歌いました、ね、上海クラブ、これちゃんとやった方がいいよ。やるつもりなかったし、ここが繰り返しはここだったんだよね、本当ね。いや、こことか言ってもわからないんです。そうそう、はい、ここなんです。いや、違う、本当。ありがとうございます。今度だからジプシー聞いてみようよ。桜田君ちょっと挑戦してみる。ちょっと聞いてみたいですね。あの音源送ってください。一回ね、だからシングル CD を持ってきてもらって、はいはい、かけたことあるんだよね。あ、そうなんですか。昔ね、一度お邪魔した時に、ねね、そう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 、ゲストで、最初はゲストでお見えになって、はいはい、そのまあ
そうで厚かましくこうここに座って、ね、知らない間にもうレギュラーとしてもう一番いい席に座ってですねなし崩しだからなし崩しになりますよ、ね、いやでもさ、うん、こうやってまあいろんなねあの方ありがとうございました。 もちろんほら高橋誠さんとかもねずっと うん、いてくれてあのその昔は梅ちゃんとかね藤木くんとかねいろいろあのやってくれましたけどもいろんなねあの人たちのお世話になってね、うん、こうやって11年もの ね長い間やらせていただいてますけどもやっぱりその体調が良くない時とかあるわけですよね、はいはいはい、毎週ですからそれで人に 歌ってもらいたいいやそれは助け合っていきましょうよ皆さん ねいかがでしょうかいやいやこれだごめんなさいねなんか こういう風にねちゃんとやってないとダメですよね途中でやめたりするのねすっごいもう自信がなくなっちゃったいやいやあのね、ね生放送はねそんなことを気にしてたらいやいやいやもう俺も失敗だらけだからカポ間違えてていやいやいや司君とあ音がね、ガンで入った時に司君がさハーモニカ吹き出していやおかしいなおかしいなってこう何回もしてるわけそんなことあったからねいきなり始めちゃうからね可能性はあるもしょっちゅうねそれもほんとしょっちゅうありましたけどもですね今失敗したからこれはちょっとじゃあライブで歌おうかなバンドで、うん、そういうのもいいんじゃない、ね、なんかこうアレンジ変えてちょっとこの歌は、ね、ちょっと憂いのある歌なんですよ本当にねこれはちゃんとやっぱちゃんとアレンジ構成決めないと、うんね、難しい ね、 このそうだねこういうガシャガシャ、ね、歌ってるってガシャガシャしか弾かないから俺いやいやそういう意味じゃなくて違うなんで違いじゃあミキさんの言うけどお答えしましょうか春吉いきますよ春吉私は博多春吉の夜の女さ私がこんな女になったのは愛した男が旅に出てもう帰っちゃ来なかった一年待っても二年待っても帰っちゃ来ないI'm not afraid to die.
さ。街ゆくあたかに声かけちゃね、遊んでいかない。はい、ということで博多のミキさんのリクエストにお答えしました春吉の女の歌でしたけどもですね、女春吉の男の歌作ろうかなと思ってどういう感じだったの、いや男の人もね、女の人もなんかそういう夜 の昔のまあこれもうちょっと昔のね感じですよけどね、まあそういう昭和っていうところでね歌ってた頃 のねことをよくこういう曲を聴くと思い出しますけどもですね、まあたった一軒のライブハウスでああいう昭和っていうのはね素晴らしい人がね出てきましたよね。まあでもほとんどじゃない、博多のね昭和っていう、今でも名前はあるみたいだけど、まあ、僕たちがいた頃っていうのは随分その活気があってね、全くそのちょっと今とは違うかもしれないですけどね、その当時はやっぱり、まあ、先輩たちチューリップ火炎隊とか、はい、いらっしゃいましたし、まあ、そのもちろん火炎バンドね、そのロック系のモッズロッカーズとかもね、はい、長渕剛君とか、はい、ちょうど僕確かに僕火曜日で長渕君が金曜日で歌ってたのね、そういうのを覚えてますけども、いろんなねそこからデビューした人たちもたくさんいるし、デビューしなかった人たちもいるんだけども、そういう先輩たちとか妙安寺ファミリーバンドとかね、のためジャグバンドとかいて、そういうジャグバンドとかもいたのよ、はい、でその割と福岡というのはフォークソングのねメッカって言われてるけども、はい、いろいろブルースバンドもいたんだよね、博多仲良し会ブルースバンド素晴らしい、ブルースバンドがいたんですよ。もうそれこそ黒人の声を持った人がボーカリストが2人いて、うん、すごいだからね要するにもう声だけ聞くと日本人が歌ってる感じがしなかった、びっくりしたいましたよね。で中洲に行くと中洲に行ってその白人の歌を歌う専門の人がいて、その人がまた白人の歌は上手くてね、で黒人の音楽、黒人っていや、まあ、あれですけども、黒人音楽ってあったじゃない、その、ブラックあれがブラその全くそのルーローズとかもそっくりだったのよ声が、そういう真似してるの、コピーバンドじゃないんですか、じゃなくてね、まあもちろんそういうディスコとかでやってた人なんだけども、そうもうすごい人がいて、その人たちが無限に出てたわけ、赤坂のたまに九州から来てね、はいはい、でその無限っていうのはもう要するに外国人しかその時あんまり出てなかったよね、ブラックミュージック日本人とかよりもね、そういうなところでたまに出てたんだよね、そういう人たちの思い出もありますけどもね、いろいろ博多はもう根強いですよね、みんな音楽やめないしね、うん、ずっとやめないやめないよね、でもね、これなんかちょっとこれ変だと思ったらこうあれが当たってた、あれがあれって線が当たってた、線イヤホンの線線って言わない、線って言わないで、ギターの線とか言うじゃん、言わない、ギターの線、いや言わない、山田さんが言わないって言われた山田さん結構ねこの間話したら演歌というかそういうの好きなんでしょ、あなたどう、ああなんかね、うん、びっくりした、新潟の、ね、出身で ね、 山さんもね、なんかひばりさんのね越後自身の歌っていうのが子供の頃、うん、好きだったっていうお話をこの前聞きました。あ本当、うん、じゃあさっきのちょっとお礼とお礼っていうかアカペラでやってもらおうか、ちょっとどんな感じ、ワンコーラスでいいよ、うん、笛に浮かれて逆立ちすれば山が見えます、ふるさと
うまいね。結構。いや、いいですか。ちょっと緊張しないで。いきなりね、いいからね。いや、でもね、まあでもアカペラでもね、いいよね、歌。うん、よかった、ね。なんだ、あなた、歌う、あんまり歌わないの？いや、だって自信ないですよ。皆さんだってすごい。私ね、だいたい、近くで、こう、お仕事させてもらった人が、すごい人たちばっかりなの。うん、歌が上手い人。誰、例えば。要するに、最初、まあ、美空ひばりさんももちろんそうだけど、まあ、もちろんね、鈴木清美さんとかね、松原美樹ちゃんとかね、やっぱりすごいね、ボーカリストなんですよ、私の中で。松原美樹さんの時は、なんか、一緒に仕事してたの？いやいや、マネジメント、みたいな、そういう仕事をしてたから。あ、仮歌とか歌ってたとか言ってたね。あ、そうそうそう、リハーサルは私が歌ってた。なんか本人リハーサル来ないで。いやいや、来てるよ。来てるけど朝まで歌うとね、さすがに疲れるから。今叩いたの映ってましたちょっととか言ってそうそう、そういう 役割。ラジオが見えないからね、叩いたり、ね、足で蹴ったりするからね。いや、しませんよ。もうさ、カナオさんね、口がね、すぎますよね。ちょっと悪ノリですね。あ、まあね。そう。蹴らないですよ。蹴りたい時もありますけど。ということでね、お届けしております、カナオ一郎の音楽魂。あっという間にね、時間来てしまいますが。告知しなくていいですか、告知。あ、そうか、ライブの告知。ね、ちょっと手帳忘れたけど、うん、覚えてるのある。今月ありますか、今月。今月じゃなくて3月の、うん、16日がスモーキー、野毛スモーキーですね。渡辺武史と、金尾城で、松下俊美、はい、あと30日が上大岡、あ、3月30日クラークデールの、あ、上大岡ね、クラークスデールっていうお店、初めて伺います。そう、初めてのね、バーですね。これは投げ銭でね、うん、これも渡辺武史と金尾城、なんかね、松下俊美、すごい素敵なお店ね、うん、カウンターの。それと、あ、3月もう一個ある、アジア、アジア3月21日ですね。3月21日これはね、カナムシロミーティングって何回かやってますけども、はい、かっこいいバンドね。うん、ギターはひろなりくんっていう、まあ、昔の友達なんだけど、ひろなりくん、まあ、ブルース系のギターで、ドラム松尾敦史、あとベースが、赤井くん、赤井浩二郎くん、くるくる回ります。それでカナムシロと、はい、それちょっと楽しみにしております。はい、これ、いつでしたっけ？ 3 月21。中野坂上、坂上エイジアね。エイジア。ぜひね、はい、来てください。桜田の、うん。僕実は今日じゃない？今日、ね、今日湘南台3番さんで塚さんの桜田、湘南台3番、はい、はい、それから明日が大塚の穴バーっていうところですね、はい、はいはいはい、前やってましたね、前もやりました、うん、塚さんの桜田、それから23日がスモーキーさんで、23日、はい、2月23日ですね、うん、はいはい、多いね、結構今月結構多いですね、うんうん、あ、そうです。司くん CD 出したんじゃない？まだ出てないの？まだ出てなくて、一応撮りは全部終わって、おそらく4月ぐらいじゃないですかね。本当。音はもう撮り終わったので、ここからジャケットとかいろいろやんなきゃいけないから。ああ、そうか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 。うん、よろしく言っといてください。もうぜひ持ってきてって。はい。うん、司くんね、そんな感じでね、はい、頑張っていただきたいと思います。あなたもね、もう完璧にもう、肩の方は復帰してる、ね、いやいや、まだ痛いの？まだ痛いし上がらないし、あ、それ以上上がらない感じ、これ以上いかないです、ね、本当、リハビリして治らないの？それはもうね、治らないっていうか、3年ぐらい経てば上がるかもねぐらいなノリなんで。あ、じゃあでも諦めずにこうリハビリを続けなきゃダメ。ギター弾くのがやっぱ一番リハビリになるので。ああ、それはよかった。じゃあよかったじゃん、こうやって負担になってるとあれだけど、うん、それがリハビリだと、まあ、そうなんですね、やっぱり良かったんだね。あ、そうなんですよ。そっかそっか、うん、だからちょっと悪いかなとか思って、そう、なんか痛いのに誘ったんだけど、いや俺はね、やっぱそう思ったのよ最初ね、なんか言ってましたね、やっぱこう大丈夫かなって、うん、やっぱりね、弾いた方がいいんですって、うん、きっとね、そっちの方がいいと思う、なんか腰もね、動いた方がいいって言われました、うん、安静にしてちゃダメだって、動いた方がいいって、そうそう、無理のないぐらいは。俺さ、インナーマッスルを鍛えなきゃいけないって言われて。それどうやって鍛えるの？いや、ちょっと教えてもらった、中だから、そのあれなのよ、湿布が効かないのよ。あ、湿布なし、湿布したって無駄な、うん、効かないの、全く。だからそこをもう鍛え上げるしかない。インナーマッスル鍛えるってなると、なんていうんだろう、
反復の運動じゃなくてこうじっとしながらじわって動かすとか、加圧トレーニングとか簡単なことを言うと膝曲げるじゃん、うん、それでまあ仰向けに寝るよね、うん、で膝を立ててで首だけ起こすの、うん、腹筋じゃなくて首だけ起こすと、うん、いわゆるあの負荷がかかるわけ、うん、で普段ガンガン腹筋するじゃん、うん、あれ硬くなるばっかりで、うん、インナーマッスルじゃないの、うん、だから首だけこう上下してそれだけでもいい、うん、まあそんなこといくつかあるんだけどできるだけそれやってあのね頑張っていこうと思ってますけどもですね、行きますか筑豊行きましょう行きましょうお待たせしました。いや、と他の曲もやりたかった。ミキ君のねリクエスト、ホールメイタイトとか来ててね、ちょっと今日大丈夫じゃない。いやもうあんまり時間がないね。ちくをやりますかじゃあ。はい。京都の方とチャーリー佐藤さんのリクエストありました、ね。京都の京子さん。ワンツースリのない夜はない叶わない夢はないいつもそう信じて生きてきた絶望のどん底からいつか日が差し込むさいつもそう信じて
京都の京都の京子さん、あ、京子さん、はい、ありがとうございました。あとで、チャーリー佐藤さんのリクエストでお答えしました、はい、金尾芳郎、筑豊ブルースね。ですね、これいいよね、調子が悪い時にねちょっとキー上げるのがいいよね、ピッテンションを上げてね。でも悪い時はね、うん、テンション上げた方がいいな。それは分かります、うん、もう今日444で444でね、もうバッチリ守りに入らない方がいい、ね、いや入らないですよ、ね、僕はね守れないんですよ、うん、でもねこう歌ってなんかやっぱ気持ちがものすごく影響されるじゃないですか。うん、そうです。だからやっぱりこう気分が乗らないと歌えないっていうのは分かる気がするんだけど、私ずっと乗らないってそれやばいダメでしょ、やばいでしょ、やめても、だからあんまり歌わないんだけど。いやだからあなたほらボイストレーナーとかやってるでしょ。カナさんすごいよね、毎回全力で歌うじゃないですか、うん、自分もね。それはそうですよ。それがやっぱ本当の全力で歌っても、うん、ちゃんと人を感動させることはできないかもしれないから。いやそんなことない、常にね、どういう時でも行きますよ、うん、僕は、うん、そうじゃないとライブできないもんだって、うん、それがね普通のさ、うん、なんかこう口先だけの歌で人の前歌ったりなんかしてたら失礼でしょ。ごめんなさい。いやでもね、歌ってる人はね、僕それは基本だと思うけどね、うん、歌いたくない時だってそれはあるじゃない。そりゃそうです、ね、あるけどやっぱこれ仕事にしてたら、まあね、それはやっぱり山田さんからなんて言われるか分かんない。山田さん電話の声だけで分かるからね、うん、ちょっと咳払いしながら電話に出たらそれクスクスって笑うから電話で、ね、あーとこうやって咳払いして電話出るじゃない、そしたら、あっみたいな感じでね、すぐもう言われますよ、うんね、だからもう結構さっきの歌えるんじゃないですか、歌わないの、あもう3分ぐらい、3分、いや3分ぐらい、これちょっとホーミータイトやってみる、これホーミータイトあんまり、ね、さっき練習してちょバラードみたいなのやりたいね、なんか静かな、これやかましい自分の声が本当にもう大変やかましくなってきた、自分の声がやかましいってすごいね。いやいや、自分がやかましい、うん、まあね、なんか静かな曲ないかな、静かな曲あんまないんじゃないですか、そう言われて。いやありますよ、なんかあるじゃん、リバーサイドとか静かだけど、 あなたからの贈り物っていうのがあるんだけど、なんか前リクエストしてましたね。コード分かんないでしょ。分かんない、分かんない分かんない、やったことが、いやいやいいですよ、ついていきます、ね、ついていきます。 D だよ D、D、分かりました。キーは分かりました。それさえ分かります。ちょっとやってみようか。どこまでいけるか分かんないですけど、あなたからの贈り物。これもね、前からリクエスト来てて、全部あ、そうですね。もう、あ、ないね、これ。もう2分になった。ごめん。この次やろう。この次やろう。失礼しました。ワンコーラス。ワンコーラス。あのね、どんな歌かっていうと、長い坂道登ってきたのさ、二人並んでその手を繋いで、宝物っていう
歌でした、ということでね、また来週お会いいたしましょう、今日は金玉でしたけども、桜たけしさんありがとうございました。ありがとうございました。松下達也さん、はい、ありがとうございました。ドーナツさんも本当にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。来週のゲスト、はい、素晴らしいギタリストですね、野沢恭司さんです、はい、よろしく、お楽しみいただきたいと思います、See you next time。埋め尽くす。